させいただましたわ。第二レース一着となりました。佐賀の飯塚直人選手だわ。初日一着スタートおめでとうございますわ。ありがとうございます。この好調のきっかけって何かあるんですの？そうですね。今年からフレーム変えてそこから良くなりました。どの辺がレースでは一番いいのかしら？どの辺？ まあ、とりあえず何も考えず走ってます <laughs> それが一着に結びついてる素晴らしいございますわまず今日のレースどのように走ろうと思ったんですのそ,れそうですねもうラインで決めれるように頑張ろうと思いましたそして道中いかがだったかしら道中まあ、余裕はありました道中は2コーナーからこうマクリウに仕掛けた時いかがだったかしらそうですねちょっと風が気に気にはなったんですけどまあ、いけるかなって思ったです そして見事ラインワンツースリーですわそうですね良かったです今風がちょっと気になったとおっしゃいましたけれども今ねお話ししてても風も吹いてますしバンク寒うございます結構バックは向かい風でしたかしらそうですねはい向かい風でしたその中での見事なまくりきりどうぞ皆様拍手をお願いいたしますわこのコーチバンクはいかがかしらまあ、得意でも不得意でもないです <laughs> では明日明後日もまた期待していいかしらそうですね頑張ります皆様大きな拍手お願いしますわそれではですね飯塚選手小学校中学校と野球でご活躍されてたということで少し野球の腕前見せていただいてよろしいかしらあはいわかりましたじゃあ野球どのどのポジションでじゃあピッチャーでいいですかかっこいいピッチャーだ皆様よくご覧はねでは飯塚直人選手はいそれでは じゃあ私サイン出しましょうか。